酸水も買いました。お疲れ様、ありがとう。今日はねタブレットじゃなくて急いで今帰ってきたから自分の携帯でやってるからいつもとなんか違うかもしれない。これ買った、これむくん。髪の毛超ボサボサ。これむくみが取れるらしい。なんか面白い味する。普通のキレトレも朝ルイボスティー飲むと顔のむくみむくみ取れるらしいかなんで。え、そうなの？どう？取れる感じする？ルイボスティー飲むかな。なんか今回クッキング選抜にさ立候補したんだけど、今日はみんなリハだったし、まあまさかね料理できないので、明日はちょっと早く終われるかもしれないんで、夜やろうかなって思っております。でも料理ちょっとキッチンは料理配信っていうか自分が作った料理を食べるとか紹介するっていうのにしたいかなって。そう、お腹空きすぎて決まってない。でね、100均でねお皿を買ったの昨日、お休みだったので。めちゃめちゃ可愛いからちょっと見て。箸置き買ったんだ、可愛くない？ワンちゃんが良かったんだけど猫しかなかった。こんなのとか、もういらないゴミは どんどん捨てていくよ。あと最近のお気に入りはちょっと全然違うんだけど、あ、待ってこぼれちゃう。これアロマ加湿器を買いました。これ枕元のとこに黒本のとこにゆで卵みたいだよね。枕元のとこに置いてんだけど、とてもいい匂いがします。これあとね YBS ラジオさんで収録してきたから楽しみにしてください。ラジオお皿
茶碗買った。マジこれを機にちゃんと料理家になろうと思って。こういうさ、テープを取るのもさ、これご飯のお皿。もう時間だ。放送は多分まだ言っちゃいけないかもしれない。でもみんなにまたちょっと山梨での嬉しい報告があるから楽しみにしていってください。ということで読みます。1位かもちゃん、2位のぶさん、3位なははんさん、4位ピアノマンさん、5位ピータさん、6位キャプテンアクアさんのないせいたかくん、8位プリンさん、9位かっちゃん、10位元祖ユーティーさん、11位ターボーさん、12位ヒロカンブリさん、13位りっちゃんです。ありがとうみんな。あ、待って待って、ピアスケースがマジで最悪。うわ、もうこれはもうやったよ。まあいいや。ということで、まあ明日できたらやりたいなみたいな感じでございます。はい、ちょっと部屋を片付けるぞ。レッスンが、だからありがとうね、みんな見てくれて、配信ありがとう、見てくれてありがとう。ではまたね、明日できるときします。バイバーイ。一緒に頑張ろう、頑張ろう。おやすみなさい。この子着るのか。